河辺自徳は、日蓮召集の僧侶。法名は名教阿じゃ自徳防備心大徳。1994年1月1日、創価新報が、河辺自徳が記録したとされるメモをスクープした。この時は、主に、C 作戦関係の内容が掲載された。続いて1999年7月7日、ウレ霊集五報同盟、同盟通信に、 以下の記述が掲載された。1978年2月7日、東京城在寺住職日券と川辺が帝国ホテルで面談したとされる内容である。S53.27A 面談帝国 H1、階段のご本尊の見階段のご本尊のは偽物である。主事方法の筆跡鑑定の結果分かった。多分は、 報道院から奉納した非善授与の本尊の題目と顔を模写し、その他は自主管りしの頃の筆だ。日善授与の本尊に模写の形跡が残っている1、G は話にならない、人材登用、秩序回復等すべて今後の注問のことでは G では不可能だ。1、G は学会と手を切ってもまた23年したら元にレールだらうという安易な考えを持っている。 日前授与の本尊は、はじめは、北山にあったが、北山の誰かが値に出し、それを、王子がどこで発見して購入したもの。法恩社第723号21、勝負師反撃、公式、自由先週 ABC 日蓮招州、誠公山岐部辻川辺メモ、保守左将詐称第3章川辺メモの、告発青年総領会各同盟特集、日見保守の大奉望、 日蓮召集問題研究再確突破なぜ私が、書位、本門会談の大いご本尊の真偽を論じるのか。ありがとうございます。